です。それではチームの代表の方にインタビューを行います。皆さん拍手でお迎えください。よろしくお願いします。お願いします。春長の今回の演舞の見どころをお願いします。はい、安平町から来ました春長です。僕たちの演舞の見どころは、人数が少ないからこそ一人一人が輝くというのをテーマに頑張ってきました。ぜひ一人一人注目して見ていただければと思います。ありがとうございます。では最後に意気込みをお願いします。初参加ということで一生懸命頑張ります。雨も降ってきましたが、吹き飛ばすぐらいの元気で頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは演舞の準備をお願いします。なんでここに来るんだよ。改めまして続いて踊っていただくのは春長の皆さんです。2020年、いぶりは安平町に誕生しました春長でございます。そして今2年の時を経て初舞台を迎えることができました。皆様の温かい眼差しと拍手を糧に、私たちなりの花を咲かせます。それでは踊っていただきましょう。春長の皆さんです。どうぞ。会場の皆さん、春長へようこそ。よう踊ろうほうに見るアホ。よろしくお願いします。